はい、杉原交差点最終日ということで、アーティストトークです。今回のキュレーションの、アンド D の、梅津さんに、聞き手ということで来ていただきました。それでは、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。あ、60分から90分、はい、60分ぐらい、はい、1時間ぐらい1年ぐらい喋って質疑応答して、はい、みたいな感じでいこうと思います。じゃあ、はじめまして、まあ、はじめましての何人もいますけど、大阪産業大学で杉原とは、一緒のゼミで、あとアンドリーっていうあの団体にも所属していて、まあ、そこで勉強会したり、まあ、アンドリーでもアーキディスコっていう、展覧会とかを行ってます。梅津です。で、まあ、今回まあ研究室のゼミも一緒で、まあ、アンドリーとしてもまあ一緒に活動して結構なんか何をなんかあの話していいのやらとかいつも話してるので、まあなんかいつもみたいにあの軽くセッションみたいな感じでできたらなと考えています。じゃあ自己紹介と、はい、あれか作品内容さっくり。今回ご提案させてもらってます杉原です。まあ、大阪産業大学で今大学院2回生で、まあ、学部の時は建築学んでて、でそこから、まあ、今笹岡先生キャズ運営されてるんですけど、で、まあ、アートとかをこう勉強させていただいてます。で、まあ、さっきも言ってたみたいにアンドリーで梅津くんと、まあ、日々話してたりとか、まあ、なんて言ったんですか、まあ、理論ベースで実践していこうみたいなところをやりつつテクノロジーもこう触りましょうみたいな感じのことをやってます。で、作品紹介からしていきます。で、まあ、そうですね、今回の展覧会まずアウラって何って話になると思うんですけど、まあ展覧会タイトル自体は電脳描写時代の芸術作品なんですけど、まあ、そのバルター・ベンヤミンっていう、まあ、方がいまして、まあ、その人が、まあ、アウラっていう概念を、まあ、こう提唱した方なんですけど、まあ、その人の本が機械複製、複製技術時代の芸術作品っていう、まあ、本で、そのアウラっていう概念を、まあ、提唱して、要は何っていうと、まあ、その簡単に言っちゃうと英語ではオーラで、まあ、ドイツ語でアウラなんですけど、まあ、そのもの、オブジェクト、まあ、ものがあるその目の前にある本物性とか今ここ性っていうんですけどが、まあ、アウラで、でまあ、要は芸術作品、そうですね、サモトラ家の池とかが、まあ、あるとすると、まあ、その、まあ、ちょっと難しい話すると、サモトラ家の池が、そもそも作られて配置されてた場所っていうのと、まあ、その美術館に配置されてた、まあ、ここで、まあ、両方アウラはあるんですけども、まあ、ここではなんかこう礼拝価値っていう価値と展示価値っていう価値に分かれてて、まあ、なんかそこら辺はちょっと難しいんで置いといて、で、まあ、今回アウラの喪失と修練の話なんですけど、アウラの喪失はまあベンヤミンが考えたもので、要はその美術的なアウラっていうその特権性をちょっと弱体化させるために喪失っていうことを考えてて、アウラの喪失はその要はこうアートを知ってる人しかこのものを見れないんじゃなくて、こう対象にアートを開いていくために、まあ、ある意味こうちょっと考えているもので、まあ、写真複製ができた時代に考えられたものなんですけど、その写真を撮ってそのこの現地に行こうとか、この、まあ、要はそこではアウラが喪失してしまってるけど、まあ、見る人にとってはその簡単にこう大衆の人には開かれるようになってきている。で、まあ、今の時代でいうとこうミュージアムショップとかでレプリカがこう簡単に置かれてて、そのレプリカを例えばお土産で持って帰って持ってき、その周りの人がこれを見て、あ、これちょっと見に行きたいなっていう、で見に行かせるっていうのがこうアウラの喪失でベンヤミンがちょっと考えてたこと、じゃあ考えてたことで、僕がなんでこの修練を考えたかっていうと、まあ、その要は消費的になってるんじゃないかっていう、そのまあ特権的なそのアートをかあの大衆に流してきたのはいいんですけど、でも大衆としてはそれがあくまでこの商品の中に組み込まれてしまって、なんか価値が薄れてきてるんじゃないかっていうので、まあ、そのアウラの修練っていうのを考えて、
て、まあ、アウラの修練って何かっていうと、まあ、アウラの喪失っていうのは、まあ、その複製して要はその物をコピーするっていう段階なんですけど、これは僕的には結構断絶的な過程の中にあるんじゃないかなっていうの でアウラの修練はその今回生成 AI を用いた複製ということで、ちょっと奇妙さははらんだ複製をしてるんですけど、で、まあ、その、修練っていうこの流動的な過程の中で、まあ、別の新たなリアリティというか、その別の何かをこう考えさせるきっかけを与えるその手法になるんじゃないかなっていうので、まあ、簡単に言うと何をしたいかっていうと、受動的な鑑賞者じゃなくて能動的なその創造者に、見る人をしたいっていうのがありまして、で、まあ、今回そのアウラの修練っていうのを考えました。で、まあ、はい、まあなんか自分のあの解釈で言うと、うん、というか、まあ、実は今日あの東京からあの新幹線で帰ってきて、で今みたいな感じで、まあ、新幹線の中でちょっとチャット GPT とちょっとお話ししながら、あの今回こんなことにするんだけど、ちょっとなんか盛り上げたいんだけどなんか話題ないみたいなこと聞くと、まあ、結構出てきた中でやっぱりそのアウラについてもうちょっと分かりやすく大衆に向けて話せってちょっとチャット GPT に、まあ、そうだね、言われたので、まあ、アウラについて、まあ、自分の解釈と、あと、まあ、杉原がどんなことを考えているかっていうのを自分なりに読み解くと、まあ、そのアウラっていうものをベンヤミンが考えた1935年に考えたものなんですけど、それはとオリジナルの作品っていうのが今、ここの一回性みたいな、それが結びついたアウラを持っていたんですけど、複製技術によってそれが大量にそのコピー出ることで、あのアウラを持たないみたいなこと。で、それが、さっき言ってた礼拝的価値から展示的な価値にこう移ること。まあ、ベンヤミンはそれを批判してるわけではなくて、まあ、むしろ、まあ、なんかそうなるんじゃないみたいなことを、まあ、1935年に言ってた。で、ベンヤミンの時代はその写真とか映画とかいうものが一般的ではなかったので、まあ、そういう考えだったんですけど、今は結構それが当たり前になってきて、アウラの意味も多分、変わっていると。で、それを、まあ、助長してってるのが、てってるというか、あの20世紀 あのデュシャンのレディメイド、あの便器をあの、簡単に言うと便器をアートにしたり、なんかあの、あれ、モナリザにひげ描いてとか、うん、まあ多分あの、見たら分かると思うんですけど、そのデュシャンのレディメイドであったり、その後の、ポップアートのモーフとかが、その複製っていうのはアウラを増幅する装置なんだみたいなところで、アウラをまあなんか一回僕は捉え直したと思っていて、で現代今になるとより、生成 AI みたいなものが、それをより、助長している。で、まあなんでかっていうと、生成 AI っていうのは、大量 あのデータみたいなのを学習して、でその特徴量を多次元化して数値化して、で生成してる、まあベクトル化してる、まあちょっと専門用語で言うと、まあ、潜在空間とかいうことかになるけど、っていうところで、つまりアウラっていうのはそういうメディアによって認識が変容していく、もしくは、まあ、その意味に関する概念みたいな、19世紀から現代におけるそのアウラの意味も、揺らいでっているっていうのがまず多分前提にあると思って、うん、そこら辺はそう、まあなんかそこで結構ちゃんと詳しく言説してくれてるのが、まあ、ロザリンド・クラウスっていう、まあ、アート評論家の方がいるんですけど、まあ、その人はそのロダンっていうあの考える人ってわかりますか、こういう考える人をについてこう言及してるんですけど、要はあれってブロンズ彫刻は金型、まあ、鋳造なんで、鋳造のオブジェクトなんで、金型があればいくらでも複製コピーできる、まあ、ものなんですけども、でローダンはその複製権っていうのを要はいくらでもできるんですけど、まあ、フランスにそのコピーするっていう、まあ、権利をもう上げてしまって、で、まあ、それでなんかその後何が起こったかっていうと、そのローダンが考えている途中にあった地獄の門っていう、西洋国内やと国立西洋美術館にあるんですけど、実は世界に5つあって、それを、まあ、亡くなった後でフランス政府が複製として作ってしまった。
で、この場合のオリジナルはどこにあるのかっていう問題が起きて、要は今までだとの、 あの文脈でいくとロダンの考えた人っていうだけがまあオリジナルだったんですけど、そのロダンが作ってない、ただまあ構想にもあったし金型はある、 でも作ってはなかったっていうやつをフランス政府っていうか、まあロダン自身じゃなくて別の誰かがこう鋳造して作ってしまって、この時にオリジナルはどこにあるのかみたいな話が起こって、でまあまあこれね、これが地獄のもんなんですけど、これマグネットなんで、レプリカじゃないんですけど、まあ要はこれが国立西洋美術館にあって、でまあロザリンド・クラウスは最終何をどういうふうに定義つけたかっていうと、まあこういう複製ができた時代にオリジナルはその生成過程にあるっていうふうに結論付けて、要はその金型とかその製造方法とか、その目の前にあるっていう、目の前にあるっていうか、その本人が作ったオリジナルっていうよりはその作る工程にオリジナルがあるっていうふうに、まあクラウスは言って、でまあその後まあよ、なんかまあその後さっき言ってたポップアートとかがこういろいろ絡んできて、まあバルトがこうの話とかがいろいろ絡んでくるんですけど、でまあ僕的にはなんですけど、なんかまあオリジナルはどこにあるかっていう話が正直今回のこの古典の主題っちゃ主題で、まあ生成過程にあるじゃなくて、僕的にはその目の前にある体験っていうのがオリジナルなんかなっていうのがあって、うん、なんかなんて言いますか、ね、例えばその5つある地獄の門があるんですけど、そのオリジナルが どれなんかっていうの議論っていうよりは、ただこの国立西洋美術館で鑑賞者が目の前にするその体験というかがまあオリジナルなんじゃないかなっていうのがまあ僕の結論というか今のところの結論なんですけど、っていうのをまあ今回のこの展示作品でかなんか垣間見てもらったかなっていうちょっと思ってて、まあ、昔からなんかそういうコピー複製されるみたいなことによって、価値がどうやって変わっていくかみたいなことは問われてたとは思うんですけど、まあ、今はそのなんだろうな、デジタルとかある種、まあ、バーチャルみたいなもので、現実が複製されてって大体可能な時代になっている、まあ、つまり、まあ、あらゆる物事っていうのが情報として扱われる時代になっている、うん、まあこの動画もそうですし、まあ今回の作品も、まあ、そういうことだとは思っていて、その中で、街の現れみたいなものを、作品として、アウトプットしているのかなみたいなところは、思っていて、で一つその疑問というかシンプルに気になったのが、うん、その街、なぜ町にしたかと、あとなぜ、まあ、この通天閣なのかみたいなところはちょっと気になってて、まあなんか、まあ、通天閣に関しては、まあ、今回大阪で古典っちゃ古典やったんで、まあなんかそれに謎られたで、まあその、まあ、知ってる人は知ってるんですけど、まあ、僕その学部の時にそのローカルオブジェクトみたいな、その場所にあったオブジェクトがあるんじゃないかみたいなことを考えたりしてたんで、まあ、その今回大阪で個展するってなって、こういう大阪になぞらえたオブジェクトをまあ持ってきたっていうのがあって、でなんで街かっていうので言うと、要はその消費行為っていうのが一番現れるのが街かなっていうのが思ってて、で、まあ、その消費っていうの と、まあ鑑賞者の態度的なところがまあ僕が一番興味あるところなんで、それが一番如実に現れてるのがこの街の光景とか街の景色なんだなっていうのがあって、なんか要は結構物ってシルエットというか簡単に頭の中で変換されてしまって、こうシルエットになって消費してしまう、要は目の前の光景にあんまり気にならないみたいな鑑賞者がめちゃくちゃいると思って、なんかなんて言ったらいいんですかね、まあそこに関してはかなりその建築的な見方になってくると思うんですけど、まあそのまあ、これはトーマス・ヘザウィックっていう建築家の受け売りなんですけど、はその要は昔の中世の街並みとかっていうのはゴツゴツしてて、要は退屈じゃなくて面白かったって言ってて、で今の街並みはこうモダリズムの建築がこういっぱい出てきて、要はどこ行っても同じ景色で、なんか退屈な街になってしまったみたいな話をしてて、でも結局なんか
そこって一番なんか大事なんて、作る人よりどう捉えるかの鑑賞者の態度なんかなっていうのが僕では目的にはあって、でまあそのこれまあ1個目の作品がそういうオブジェクトをまあ生成 AI でまあ抽出してまあちょっと奇妙な複製にしててしてるんですけど、まあ簡単にコピーするんじゃなくて、ある意味この修練されたオブジェクトとして生成 AI でこのオブジェクトを作ってて、でその2個目のそっちの作品なんですけど、まあ、そっちが、今回個展やってて結構なんか周りから面白い意見もらえて、その、まあ、例えばこう心臓みたいやなっていう人がいたりとか、なんかこれ何みたいなを、まあ、これ一番を見た上で言ってくる人がいて、それってどういうことかっていうと、あの見る人ってやっぱりこう全体としてシルエットとして見るんやなっていうのが思ってて、なんか部分として見るというよりはなんか全体として見てしまう、なんかシルエットとして単にこう消費するものとして見てしまう、なんかそこって一番見る、やっぱり見る人の鑑賞態度をなんかどうにかしたいなみたいなところがあって、でまあそれは部分的に見るとこれの全部の複合体なんですけど、でまあその一個一個見ていくと他の別のものがこう隠れるというかブラがかかって、別のものを見るとさっき見てたものがブラがかかってみたいな、でこう組み尽くせないその消費みたいなのをこう表現しようとしているのが、まあ、その2個目の作品です。まあ、要はそういう感じでこの街並みみたいなところに焦点を当てて今回は制作したという感じです。なんかその、まあ、シルエットとして見てしまう鑑賞者たちみたいなところは一つ面白いと思っていて、でもなぜかというと、まあ、ちょっと置き換えると今や情報をまあ、誰でも手にできて、まあ、享受できる時代になっているっていうことは、まあ、簡単に言うとすごい、まあ、例えば何か作品を調べたり見るときってインターネット使ってインターネットでその作品見てみたいな、その商品のされ方みたいなのがあって、でそれが自分たちはまあ普段当たり前に行っているので、それも全体として見て消費して終わってしまう。でもね、なんかそういうその現代人に警鐘を鳴らしているような気がしてて、実はその作品をもっとこう精緻に見ていくその鑑賞体験みたいなところってすごい大事だし、なんかまあシンプルにそのまあこのアートとかまあ作品を作るだけでなくても、そういうなんていうか、まあデザインしていくにあたってもそういうなんか分析眼みたいなところはなんか今の若者にあまりないというか、見て終わってしまうみたいなところは、うんうん、なんかすごい共感できるなと、まあ、聞いてて思いました。で、何を言いたかったんだかな、そうで、そういう、まあ、分析眼をこう凝らしていくと、やっぱ一番、これを見て思ったのは、うん、写真で見るのと実際に見るのが、うん、違うという点、うん、っていうのは、つまるところそのやっぱり僕たちが、情報を、手に入れたり享受するときって絶対に、まあ、視覚が第一に来てて、うん、なんかそれを知った気になっちゃうみたいなところがあると思うけど、こうやってこう精緻に見ていくと、なんかその表面がちょっとザラザラしてたり金だったり、まあその光の角度によって変わっていたりするみたいな、その実際の体験じゃないとわからない、しかも視覚以外の部分が実は重要だよっていうのも、あれはなんかすごいまあ訴えかけてるような気がしてて、でそうなっていくと今後、うん、作品とかデザインしていくときに、やっぱりその視覚だけじゃない要素がより重要になってくるのか、うんうんうん、まあ、その逆もしかりだと思うんですけど、そのあたりは、まあ、なんていうか、さっき、まあ、梅津くんがちらっと言ったんですけど、なんか複製ってオリジナルを告知するものだと思うんですよ。でその、まあ、一番何が大事って、要はその複製を見た上で現地行って何を感じ取るかが正直本当に一番大事なんだと思ってて、要はその検証みたいなところで、まあ複製を使われるべきなんかなって個人的には思ってて、でまあだからこそその現地の体験をしてほしい、だからこうそのわざとそのざらつきみたいな塗装をしてるんですけど、今回その質感みたいなところをちょっと出したくて、
でだからそのただただ綺麗に塗装するんじゃなくてざらつき与えて、しかもさらにコーティング加えてみたいなとかは実はやってたりするんですけど、そのなんて言うんですかね、写真で見るのと、そうって言ってたみたいに写真で見るとその現地の体験みたいなのをこうある意味乖離させるし、うん、なんて言ったんですかね、だからやっぱり生で見て何を感じ取るか、だから写真だけで見て批評するのもちゃうしっていうところがあるかなって感じです。全然触ってもない。結構作品伝わらないこと多いから、はいはい、でもザラザラしてるけど触ったらコーティングされてるからちょっとつるっとしてるみたいな、だからそういうのはちょっと知ってほしいなみたいなのがあって、お手は触れないでくださいとは書いてないけど断りがあるこそ触ってもいい。そうまあ なぜこの話をしたかっていうと、うん、最近そのApple Vision Pro が発売されたのがあって、うん、今、空間コンピューティングっていう、言葉昔から、あったんですけど、うん、まあ、それがあの雑誌のワイヤードとかでも今回、空間コンピューティングの特集として、得てて、まあ、自分が思うのは Apple Vision Pro 体験したことあるよっていう方います。お僕も実際にあの建築情報学園のあれで体験したんですけど、もうなんか本当に現実、そのバーチャルリアリティが本当にそこにあるかのようにちょっと感じるっていうかこれ、まあ、体験しないと本当にわからないと思うんですけど結構すごくて、でそうなっていった時に、まあ、ある一種、まあ、空間、まあ、バーチャルリアリティ AR であったりみたいな、その空間すらも、デザインできるようになるし、まあそれが現実として受け止めて代替可能になっていくっていうことも、まあ、考えられると思っていて、まあ、自分は、学部、まあ、杉原と一緒で学部建築で今プロダクトでっていうのを組んでいるので、やっぱりその空間がデザインできるっていうのは面白いと思った反面、うん、その視覚なのでやっぱりなんかあの触りたいなって思う、うん、自分がその時にってなんか僕が体験したのはそのあれなんですよ、なんか恐竜出てくるパーってしてあの恐竜が出てくるっていうだけのやつなんですけど、それでもやっぱりなんていうかな、怖かったし触ってみたかったし、あの他の人が体験してたら声も出てたしすごい驚いてたり、まあそういう虚構の現実みたいなのがある一周大体可能になっていくことで、そのよりその視覚の方によるのか、むしろいやそれだけじゃダメだよねっていうのが起こるのかっていうところが結構、まあ、今後の課題になっていくだろうなっていうのはすごい思ってて、そういう面で言うと、そうざらつきがあってなんかそういう、まあ、目だけじゃないよねみたいな、そのなんか、まあ、体験って言ってるけど結局のところそこにあってそこに行った空間体験込み込みで、まあ、作品としてるのかなっていうのは、なんかすごい思ったかな、うん、そうですね。だからなんか Apple Vision Pro とかは要はなんか今までで自分がこう体験してる質感みたいなのがあるからこそびっくりするし、うんうん、だから逆にめっちゃ思っちゃうのは、なんか Apple Vision Pro を、こう赤ん坊の時からずっと被してたらどうなるんかっていうすっげえサイコパスのあれなんやけど、なんかそうなったらなんか、いや要はオリジナルがバーチャルになっちゃうし、でも質感はないみたいな、なんか、うん、だから要は視覚がまあ 70% みたいなの占めるって言われてるけど、結局視覚だけじゃないです、ところが大事。でもどう創出するかがめっちゃむずいっていうそうね、なんかすごいそれはなんか感じてて最近、うん、最近まあなんていうかな、昔というか2年3年前ぐらいはあんまりその建築スタディ模型とか作るんですけど、うん、ボリューム検討したりみたいないやそれ別にコンピューターでやればよくねっていう派だったんですよあのめちゃめちゃ模型作りたくなくてめんどくさいし、うん、でもなんか最近逆にいやそのバーチャルはバーチャルで、いいんだけども、何かそのまあアクチュアルっていうか、その
実在する現実の形になってこっちを始めて意味があるそっちをデザインしているっていうことに最近、まあ、ようやく気づいて、なんか最近はもうなんか全然そのまあライノとか、まあ、オートキャドとかそういう 3D 系のソフト触らずになんかすごいなんか手を動かしてそう手を動かしてクラフトマンシップ的にやっているみたいなところは、うん、まあ今までの経験ありき、うん、まあ大体一緒にいるから、まあ、なんかそういうのをなんか感じつつ、うん、そういうノイズ感であったりざらつきであったり実はその視覚だけじゃないアクチュアルな形をなすことによって本当は分かるみたいなところ、うん、まあ、ここは自分がまあ Z 世代でもあるしなんか Z 世代ならではのなんか疑問じゃないな悩みみたいな、うんうんうん、ところはすごい思っていた、うん、で建築の話に、少し振ると、僕がそのステートメント今回の、キュレーションするにあたって杉原の作品のステートメントを書いたんですけどその中で、まあ、一番、まあ、書いてる中で思っていたのはすごい建築学的視点で作品を作っているなっていうのは感じていて、まあ、それは意図してるのか意図してないかっていうのもまあ少し聞きたいけど、なんか建築って、僕が思っているのはそのイメージと言語の産物であるっていうことを思っていて、つまりどういうことかっていうと建築ってまあ、建物って言われなんか建物建ててるみたいに思われがちだけど僕が言いたいのはそういうことではなくて建築ってまだその存在しなかったり、立っていない、まあ、建物であるないしは空間を、考えている。それを、空想のイメージの世界で考えていてそれを、現実の形に起こす時に、言語というものを用いて、まあ、デザインしているっていうことを思っていてここでいう、まあ、言語もなんていうかなその言葉とかいうことではなく言葉もそうだし図式とか図とか簡単に言うともそうだし、まあ、もっと言うと、まあ、テクノロジーであったりなんやかんや自分のイメージにあるものをそういう言語として、翻訳することでそういうアクチュアルな形に持ってきているみたいなところで言うと、まあ、まさにそれだよねみたいな、うん、これとかそう大阪のその通天閣のイメージみたいなものを歩いてそのテクノロジー、まあ、あらゆる複製技術っていうテクノロジーによって強化していくことで、うん、まあその何かな現代大量消費されている時代、うん、それに、まあ、警鐘を鳴らしているみたいな、なんかそういう建築っぽいなって感じたんだけどなんかそれは自分的にはどう多分建築っぽいっていうよりは日本の建築っぽい気がするなんか、うん、海外の建築っていうよりなんかまあでも実際なんか僕がほんまに目指したいのってなんか、まあ、海外のそういう理論的側面みたいなのを取り入れつつやっぱりこの日本の感性的なところをどう接中させるかみたいなのが、まあ、というか僕らかもしれないけど 3回生ぐらいからの目論みが多分ずっとそこやったからなんかそこをこう突き詰めてった結果今こうなってるっていう感じかな、なんか気がする、うん、日本建築学生っぽいっぽいよねぽいけど、なんて言ったんやろな難しいけど、まあ要はリテラルというかなんか言葉で語ってなんか物は一緒やけど言葉でどう語るかみたいな勝負になってるみたいな、うん、めっちゃ簡単に言うと木漏れ日のような空間作りたい、木漏れ日作っちゃうのはめっちゃリテラル、まあ文字主義的な話なんですけど、なんかまあ要は結構日本あとはその自然とどう結びつけるか建築をみたいな、そんな壮大な話、まあ、正直僕はできひんと思っててねまあ考えることは大事なんやけど、なんかそれがなんかできるのが建築家やろみたいな態度、うん、すごい日本建築学生批判言っちゃってるんやけど今、ね、広げている、うん、でもなんかその、うん、いいところであるし悪いところっていうか、まあ、そこをちゃんと客観視しないと、なんか要はこの展覧会のことでも言ってたけどその理想主義的な自然観
を取り入れた状態で建築を作ってしまう。で、まあ、結局面白くない、飽きられる消費的な建築ができてしまうみたいな。なんかそこにもちょっと警鐘を鳴らしたかったよね。日本建築学生にも警鐘を鳴らしたい作品に。すごい通り道。でもなんか、まあ、言わんとしてることは、まあ、分からんくもなくて、まあ、最近すごい、まあ、日本ってすごい東洋的な思想で、自分たちはその、まあ、ロジックっていうか理論的というか、その西洋の、考え方に影響されすぎていて、まあ、西洋ってすごいその二項対立があったり、すごいそのロジック理論立てて説明することがすごいいいみたいな、ちょっと風潮というか、まあそういう方、まあだからそのプロセスが大事みたいな話も多分出てきてて、まあそっちばっかり勉強してたから、今ちょっとその感性を取り戻したいみたいな感じ。そうね、そう、分かる分かる。ちょっと深く潜りすぎてたから、ちょっと地上出て行き過ぎたみたいな感じで、そう、そのちょっと潜ってたんだね。そう、なので、でもなんかその日本建築学生というか、日本の良さってなんだろうって考えた時に、やっぱりある一種なんかポエティックであるみたいなところがなんかすごいいいっていうか、その捉え方が少しやっぱり西洋と東洋で全然違って、例えば、まあ、俳句とかすごい分かりやすく、場所の、 あの古い池や川ず飛び込む水の音っていう、あると思いますけど、それを聞いただけでその情景が思い浮かぶような、その言葉の並びであったり、その感じ方っていうのは全然違って、で、まあそういう、まあ、日本人独特の感性みたいなものをその杉原になんていうか受長するっていうか、まあ、日本建築学生はそれをまあ良しとしすぎて、なんかわけわからん言葉で喋って、結局なんか自分よがりのものになってしまってるっていうのが結構現状としてあると思ってて、その感性はいいんだけど、じゃあそれを実際に人に伝えるのと、こちらが考えてるのをそのまま言うのと、そのベクトルじゃないな、その道が2つあると思う。で、その前者、その自分の、そういう日本人独特の感性みたいなものを信じてそれで突き進んでいって、行けた人はいるけど、まあ、ごく少数みたいな、まあ、それもなんか全部批判みたいになっちゃって、藤本壮介とかサナーとか、まあ、なんかそこら辺は、まあ、でもあの人らも、まあ、ある一定のロジックあるけど、その感性で、まあ、結局認められて、まあ、今、名を馳せてる。で、もう一方は、それを、まあ、ある一定のこういう、プロセスでやって、まあ、こんだけいいんじゃないみたいな感じで、まあ、自分以外の他者に、伝えるっていう、まあ、それはちょっとデザインの方に、アートというよりデザインの方向によるんですけど、まあ、そういう2つの道があると思ってて、まあ、前者がごく一般的な日本建築学生で言うなら、杉原が目指してるのは後者であり、まあ、そこが、まあ、なかなかやりたいけど難しいよねっていうのが今の日本建築学生の、まあ、現状かなとは思っている。でもなんか、まあ、確かにすごいそれを自分も思う。なんか3回生4回生でやってきた時は、なんか要はその生成論じゃないけど、その西洋哲学みたいなところをこうかじって建築みたいなのに落とし込んでやってて、なんかちょっと日本人学生とは違うみたいなのは思ってたけど、なんか実際改めて客観的に見ると、そのプロセスみたいなのを押し付けてたなって思ってて、で逆に言うと、その日本人建築学生、まあ別に全員とは言わんけど、はなんかなんていうか体験を押してる、なんか余剰がないなと思って、どこにも。僕はプロセスに余剰がなかったし、要はこれしかないやん、こいつしかできんやんみたいなのが結局できて なって思ったっていうのがあって、で逆に言うとこの建築学生みたいなところは、その見る人、鑑賞者の人が余剰がない、押し付けてるから行動を、なんかそこのだから余剰のなさで、なんかこの余剰みたいなところをどう取り入れようかなみたいなんでこうなったね。
今ね、まあ、今のところ、まあ、建築じゃないからこれ今あれやけど、うん、まあなんかその余剰とか余白とかその生成プロセスに、うん、あのまあその3回戦の時とかは価値を見出していて、うんうん、今その多分分かっているのは結局できそのまあプロセスも分かりましたとで、うん、その後の余白がなかったというふうに思っていて、うん、もうプロセス分かったけど実際できた空間をなんかあんまり説明してなかったり、うん、デザインしたものを説明してなかったり、そこも何かそうその日本人独特のというか、ある一種ポエティックに余白を作ってあげるべきなのかなっていうのはすごい最近感じている。でも難しいのがそのポエティックさじゃないけど、それがやっぱりどう作るべきかなっていうか、どう学習するべきなのかなっていうのは、今後の今後、まあ、自分たちもそうだし今後 の世代もそうで、まあ、まさにそれが大量に消費されて、まあインスタグラムであり Google であり、まあ、何でも媒体はいいけど、なんか見た気になって知った気になっちゃうみたいなところで、やっぱり、まあ、さっきの話にこうぐるっとちょっと戻るけど、その視覚以外の体験がどんどん、まあ、機械として失われていくし、なんか知った気になっちゃうみたいなところは、なんかすごい怒ってしまう気がしているし、自分も怒っている気がしている、なんかそこら辺をなんかどう、まあ継承を鳴らしつつどう、まあ、あの学習していったり学んでいったらいいのかなっていうのはなんかすごい感じている、今回の作品見ててもそうだし、結局着てみないとわからないけど、そこまでどうするんだろうみたいなところ、経験みたいな、だからまあ答えを見つけようとはしなくて、まあ、今回の作品群に関しては特にやけど、その結構オープンエンドにしてて、見る人がどう捉えるかを実際感じ取ってほしいのが一番で、自分がどうこう思ってるっていうのを押し付けたくなくて、まあ、だから要は鑑賞者の養生みたいなところ で例えばその さっき言ってたその心臓みたいのもそうやし、なんかそもそもこれの集合体って知らんと見た人がなんて言ってたかな、んかなんとかみたい なんかイルカみたいみたいな言ってる子がいて、だから要はそういう感性をその見る人に身につけてほしいなっていうのがあって、まあ、それが僕的にはその能動的な鑑賞者、まあ別の言い方すると創造者、その思う方の創造者、作る方じゃなくて、になってほしいなっていうのが、今回訴えたいことはそこだったかな。なんか実際この作品で解決しようというじゃなくて、というみあのという逆に、なんていうか問題、あれスペキュラティブな視点でやってるっていう。そうですね。なるほど。まあ、そうよね。なんか、そういう実践も大事だし、それをなんか形にする、まあ、その実践して形にするのも大事だし、それ人に伝えるのも大事だし、みたいな、そういうところで、今後、まあ、自分はよく、そのよくというか日常的に画像生成 AI であったり、あの LLM であったり、まあ、そういう AI を触っているから、なんかそう AI に取って代わられることはないけど、大体のことは確実にできるっていう、時に何がそう必要になってくるかなっていうのは、あって、まあ一つはその人間の身体っていうものに価値が出てくる、つまり、まあ、ある程度マルチモーダルにもなるかもしれないけど、自分のその、実在している身体があって、でその身体を通じて、感じることがあってみたいな、そっちの価値がすごい飛躍的に上がっていくんじゃないかなということは思っていて、で、まあ、まさにそういうことを、まあある一種見出してくれてる、まあ、今回の個展だと思っている、でもう一つがその結局のところ、まあ、どんだけ
AI を、まあ、使う、まあ、道具として使うにしても文脈を知らないと結局のところあのどんだけ AI に仕事奪われるとかなんとか言ってても、うん、その文脈を知ってるか知らんかだけで全然違うなって思う。なんかまあなんかそれが結構特権的になってしまってるのがなんか良くないなと思いつつ、でもなんか知らんと説明もできんなみたいな、なんか領域に入っちゃって難しいよな。いやでも今後はそういうやっぱり文脈が重要にある一種になっていくんじゃないかなっていうか、なんかそういう危機感じゃない、なんだろうな、なんかそういう、うん、まあ変遷、まあ今回で言うとアウラであれ、アートであれ、建築であれ、なんであれ、ある程度の変遷を知ってた上で、そこでいやまあそういう大量に消費されるのが問題じゃないとか、いやなんかその街としてなんかすぐ消費されて本当に街のなんか特徴であったり要素であったりみたいなのを見出せてるみたいなところであったり、何かそれは変遷を知ってるからこううまくアウトプットできるのであって、そのまあ日本建築学生とは言わず、なんかそこら辺が今後なんかどうなっていくっていうか、多分美大とかなんかそこら辺が弱い気がしていてで建築学生も、まあ、なんかそこら辺を教える先生がいいんから、うん、なんかどんどん分からんようにちょっとなってるんじゃないかなっていうのは少し感じている、うんうん、ていうかそもそも小中学校ぐらいの情報の時間でなんかちょっと教えてほしいよねなんか実際メディアリテラシーってこういうことじゃねっていう、そのなんか詐欺メールに引っかからないようにしましょうとかじゃなくて、なんか、うん、そのどう見るかっていう、まあ、高校生の時とか世界史とか日本史とかクソくらいと思ってたけど、結局なんか覚えて終わりやねんかいって思ったけど、まあ、そういう変遷がある上で今がなっているっていうところをどう捉えてどうやってこう、まあ、作品であり何であり見出していくかみたいなところって結構大事で、でもう一つ、議題を挙げるなら、まあ、まさに、そういう、まあ、建築であれ何であれ、まあ、そういう流れのもと、いつも誰かが、まあ、哲学であれアートであれこれは違うこれは違うって言って、でもう一個はそう文脈資料主義ね、まあそれがやっぱり、自分たちが4回生の時に取り組んでいたそのオブジェクト思考存在論っていう哲学と結構今回はマッチしているっていうか、まああれを見て本当にまあそう、ね、まあ、オブジェクト思考っぽいなって思っていて、オブジェクト思考存在論のまあちょっと難しいから簡単に言うと、そのオブジェクト思考存在論が一番良かったのは、まあまあそのこれまでまあドゥルーズとかいろいろあったけど、なんかオブジェクトをなんか捉えようとしてる感があって、リゾームとかノマドとか、なんか遊牧民的なあの語りとかかな、なんか知ってるけどなんかどう捉えるかみたいな話をしてて、オブジェクト思考存在論はそうではなく、一旦オブジェクトって網羅不可能だよって言い切っちゃった後に、そうそう、でもオブジェクトはなんか量とか質に還元されへん何かがある、オブジェクト同士は比較持ってるんだって言ったのが、まあ、一番、すごかったことだと思っていて、まあ、まさにそのあれがイルカっぽいって見える人もいれば心臓っぽいって見えるって言ってる、まあ、まさになんかそのオブジェクトの質でもない量でもない何かみたいなのを、まあ、ある一種、まあ、見出してるかなっていうのは思ってたけど、それもなんかあの考えてそうしたのか、まあ結果的にそういうのを受けてなったのかっていうのは、いやバックグラウンドにもちろんある、そのまあでも消費と結びつけるって要はそのドゥルーズの時とかって、まあ社会的な背景とすると、まあ、ベルリンの壁崩壊して、まあ、それは要はその壁を崩していくみたいな時代になって、で、まあ、流動的な流れになって、で、まあ、要は建築もこういう流動的で、流動って何があるっていうと超消費しやすいと思ってて、要は流れの中に全てが組み込まれるから、だから、まあ、オブジェクト思考存在論を、まあ、バックグラウンドになって持ってるかっていうと、そのものをちゃんと見つめたい、なんか単にものを消費していくっていう文脈
からちょっとこう切り離したいっていうか、うん、なんかそれを踏まえた上でもちろん流動的なものを知ってるっていう上で、だからまあオブジェクト思考存在論は、まあ、参照はしてるもちろんって感じ。まあその、まあ、流動的なもので言うと、うん、ちょっと建築にまたちょっと話を、うん、また今回なんか建築にもあるんで哲学にもいいってなんかわけわからないそうそうそう、まあ、建築にちょっと話を戻すと、うん、やっぱ何々らしさみたいな、うん、そのものっていうのが、まあ、あってよく、うん、まあ、学生ないしは他の、まあ、普通の建築というか、まあ、建物で言うとなんかその地域らしさみたいなのをどうやって抽出して、うん、それを、まあ、デザインに適応さすかみたいな、まさに、自分たちが、アンド・ディーの、あの展示会で出展してもらったネスとかはまさにそういうことをやっていて、うん、まあ、何をやっていたかっていうと、まあ、京島っていうところがあって、そこの地域の写真を、まあ、何千枚千枚ぐらい撮って、それを、生成 AI に、学習させて京島モデルみたいなものを作ると、そのモデルに、指示プロンプトを与えると、その京島っぽいよなっていう画像が生成されるみたいな、まあ、そういう生成 AI を活用したらしさを残していくっていうのが、まあ、ある一種今ちょっと流行ってるっていうか、まあ、昔からそれはあったんだけど、それってすっごいわかるし、うん、いいなと思う反面、うん、それって建築のなんか力強さ消してねっていうのもすごい思ってて、それ何が良くないかっていうと、例えばその自分があのコップをデザインしますって言った時に、うん、じゃあ例えばなんかそのクライアントがなんかそのあもうこんな感じのコップがいいですとか、そのピーターとかグーグルとかの画像で出してきて、これにしてくださいって言ってするわけないのと、うん、一緒だと思って全く同じのせんやろみたいな、うん、でそのらしさの建築っていうのはもちろんその地域住民とかに分かってもらえるし、まあ、歴史的に残していくっていう面ではいいけど、うん、そっちに建築の力強さみたいなのが、まあ、流動的になって溶解されていくから、なんかあんまり良くないし、結局のところそれってなんか本当にいいのみたいな、その建築として考えるなら、もうちょっとそのらしさをいかに汲み取りつつも、もう少しこうデザインというか力強さみたいなものが欲しいなっていうのは最近ちょっと思っていて、そこら辺に関してどう調整していくかみたいなことを何でしょう考えているのか、うん、まあ目標、まあ普通に建築として考えるときにそういうのが、まあ、できたらいいなと思うのか、ある意味、まあ、別にできなくてもいいなと思うか、うん、いやまあだからな、まあ結局まあなんて言ってさっき言ってたその道島のやつは京島か、京島のやつはあれ最終行き先またモダニズムやなと思ってなんか要はらしさをずっと担保し続けた街って何やろ、要はオフィスビルが一生並ぶ街とまた一生になるなみたいなのがちょっとうすうす感じてて、まあ、これは批判じゃなくて批評というか、うん、でやっぱりなんて言うんだろう、そういう話をすることが結局大事というか、うん、もちろんやること、まあ、向こうの東京の人たちは社会実装めっちゃ早いしめっちゃ素晴らしいことやねんけど、なんかやっぱりそこをちゃんあのみんなでいいねいいねって言うだけじゃなくて、どう批評を持ってくるかみたいなが、まあ、考えたいなっていうのがあって、なんでそれをしたいかっていうと、やっぱりさっき言ってたみたいに退屈な都市みたいなのを作りたくないっていうのがあって、でも退屈な都市を作りたくないって一人で言うともしゃあないからそうだからその上でだから理論があると僕は思ってて、うん、なんかこう自分の考えてること形を裏付けるというか、どういうことを考えてこういう政策をしてるっていうのは、まあ、裏であったらいいなっていう感じやけど、で、まあ、実際こう話した時にさっきみたいなこのモダニズムに戻るくないみたいな話とか、でもそもそもまあ建築に力強さって必要なんっていう話もあったりするかもしれない、うん、なんかなんて言って、まあ、うん、なんて言ってだから、うん、その物の見方じゃないけど
見方があった上で、うん、批判じゃなくて批評し合いみたいなのが結局大事なんじゃないっていうのかな。まあ、それは結構そのアンドディーでも結構深くにそのセオリーとプラクティス、理論と実践みたいなところを、まあ、反復することで、より良い、まあ、デザインないしは建築ないしはものができてくるとは思っていて、うん、そこがね結構その難しいっていうかどう学ぶべきなんだろうとも思うし、まあ、自分たちは興味があったり、まあ、きっかけがあったからあれだけど、そう今回もその東京行ってきてその他の学生とちょっと喋ったけど、やっぱりそういうそのアーティストとか足するんやなみたいな、どんな感じでどうでみたいな言うと、やっぱりその本当になんか日本語と英語喋ってるみたいな感じになっちゃう分かられないみたいな、なんかそういうところでその生きてないというか、学んでアウトプットしてないというか、教える先生がいないというか、まあまあ、自分たちはそう恵まれた、ある一種びっくり恵まれた環境で学ばせてもらって、結局ほんまに知らされてないだけが多くって、なんか僕も要は、まあ、設計事務所のその今4回生かなの子とかがに、まあ、そういう文脈というかの話とかした時に、知らんから面白いっていうか、なんか今までの見方変わりましたみたいな言う子は言っちゃうから、なんか物の見方が定まってない、なんかそういう教育をされてないから、うん、なんか結構問題やなって思う、その大学教育でアカデミックに行きましょうそう、うん、そろそろあるかな、そろそろいい時間というか、うん、もうちょっと暑いし、うん、暑いでも会場から質疑応答あれしようかなと思ってるんですけど、何か聞きたいことが質疑あれば、ついてくるとかなって勝手に、あ、はい、あ大学院で存在とか、なんか芸術館って研究してると思うんですけど、そこら辺とはそんな関わらない質問なんですけど、まだちょっと理解が追いついてですね、ちょっと確認としてて、オリジナリティの議論とかで最初の方に、まあ、見方をこう、まあ、ぼんやりという一つをやることで、その鑑賞者のオリジナリティを表現されるという話だったり、まあ、あとそのあたりと、まあ、複製ではなく、その本体を見てほしいという話があったと思うんですけども、その例えば複製をこう多様な見方で見ることで、そこでオリジナリティが生まれるというのもありますし、現地で行ってこう、まあ、それを見てオリジナリティが生まれるというのもあると思うんですけど、そこで、現地に行って見なければならないというのは、その何て言うか、さっき言ったような視点の一位性が、複製だと生まれてしまうというか、うん、情報量がその現実というか本物と比べて複製の方が減ってしまうから、そのオリジナリティをこう出てこさせるためには、よりこう情報量が多い方がいいということから、そのオリジナリティを見に行った方がいいよっていう話をしていたのと、ちょっと全然違うものだったので、なんかちょっとだけ伝え方ミスったなって思ってなんか要はこれを見て現地に行ってほしいっていうよりは、まあ、これも正直アウラっちゃアウラなんですよ、はい、うん、なんて言ったらいいかな、ね、なんて言ったらいいですかねね、なんやろうな、オリジナルにも、てか複製にもオリジナルが宿るときは正直あると思うんですけど、例えばネットで見てこの情報をで単にそれを評ただそれだけで評価してしまう、まあ、一番だから一番よ、まあ、良くない複製といったらめっちゃ言い方悪いですけど、なんか写真とかだけで評価するとか、まあ、実際にオブジェクトがあるのにっていう、その別に写真の技法はめっちゃあるんで、まあ、そのそれこそこの前アンドリーで展覧会した時にその大越さんっていう方がいるんですけど、その方とかは結構面白いこととかされてたんですけど、その VR を使って VR ライダーでその 3D スキャン、そう街を 3D スキャンして、それをそのバーチャルリアリティというか VR に持っていって AR かでの持ってって、
でその中でこうそれを改めて写真撮るみたいなことをしてる方がいて、それはまた別でなんかそれのある種オリジナルがあるんですけど、なんかその現地で見てほしいからこうこうっていうよりはその目の前にあるもの、その今の体験をどう自分は評価してるかっていうところが一番目的なんで、例えばこの今複製を見てただその複製だけで評価するっていうよりは裏にそういうのがあるっていうのを知りつつ評価するのが結局大事というか、かなって僕的には思ってます。はい、あ本当ですか。なんかオリジナルとコピーっていうその二項対立が昔は多分あったけど、そのオリジナルとコピーのその概念すらもなんか、よく分からなくなってきているっていう、まあ、現代において、まあ、どうやってものを捉えていくかみたいなところをなんか杉原はやっているように感じて、まあ、オリジナルの情報量のなんか多さみたいな話がさっき多分おっしゃってたけど、まあ、そこをさらにまだなんかそのオリジナルの方が情報量が多いとかではなく、でそのオリジナルの情報量って何なのみたいな、まあ、つまりそのオブジェクトの質とか量って何なのっていうところをそもそも問ってるみたいな。そうですね。なので、そうあれも結局なんていうかもう 3D プリンターで出して、オリジナルがモデルにあるのかデータにあるのか、もう USB なのかもしれないけど、その感じでオリジナルとコピーすら意味がなんかちょっとよくわからない、プラスでなんかそのまあある一種複製技術によって消費されていくことに何か警鐘を鳴らしているぐらいの、多分そこその何かこういう問題あってこれを解決しますじゃなくて、こういう問題あるよねっていう、確認なのか、だからあなたはどう思いますかっていう私はこう思います、あなたはどう思いますかみたいな、でそれを見て体験してくださいみたいなことなのかな、このはい、あとですありがとうございます。はい、怖い、一番怖い。ちょっとお二人の話聞いてて思ったのが、その従来はそのオリジナルっていうものがあって、はい、オリジナルに対して複製っていうものがあってっていうふうに、そのオリジナルが持っているオリジナリティみたいなものがコピーされていくことによってそれが、まあ、拡散されていくっていうようなものであるっていう概念だったのが、そうではなくて、その対立構造自体が逆にもう今なくなりつつあるかなっていうふうに聞こえたんですよ。で例えばね、なんかちょっと授業みたいなのがあるんですけど、ロバート・キャタっていうあの写真家、戦場写真家の有名なやつで、南北戦争でこう撃たれた兵士が撃たれた瞬間を撮ったっていう写真があって、であれあのタイムかなんかに行って世界的に大スキャンダルですごい有名なに なったんですけど、数年前にあれやらせだったっていう研究発表が出て、で実際にはなんかこうピストで撃たれてる角度と写真撮ってる角度が、その場で撃たれたんだったら成立しないみたいな、なんかそんなようなのことで、実はなんかこう奥さんもカメラマンで手伝っててでめちゃめちゃどうせやらせてとのほんまもんだって言って、流したっていうふうな、まあ、論文が出たんですよ。で、まあ、それが本当なのかどうなのかって分かんないですけど、それがそうだとするならば、僕らはこうあそこでこう兵士が撃たれた写真を見ていた、見ていてそれに感じていたリアリティって何やったんやって一気になっちゃいますよね。でそれこそ、まあ、ちょろっと、バルトの話とか出てきて、そうバルトがその、まあ、もちろんバルトの時代の話なんですけど、バルトがその写真に写っているイメージってのは何なのかっていう時に、それは、そのものがかつてそこにあったということを示すものが写真であるというかとしていて、でそのことと今そのロバート・キャパの話ってすごい矛盾するじゃないですか。でその時にそれは撃たれたことなのではなくて、なんだろうな、
要するに単なるその打たれたところを撮った写真っていう、そのそれ何が起きているかっていうこと自体が切り離されちゃうじゃないですか。でこのことっていうのは、言ったら、まあ、ちょっと、まあ、さっきから何回も話してきたんだけど、いわゆるその今ここ性っていうもの自体は、いうもの自体が実はもうどうでもよくなってきていて、要するにここにあるこれ自体がもうすでにもう今ここなのである。でもそこでこう情報を享受する側っていうもの自体が、その享受する側とその情報の間の中で新たな関係がもうすでに結ばれていくっていうのが今の高度情報化社会で、杉原君の作品はそういうことを表しているのではないかっていうふうに僕はちょっと捉えちゃったんですけど、どうなんですか？なんかそうどうすっごいなぁまあ、なんて言ったらいいですかね。まあでも今ここっていうのを、まあだから結局そのまた能動と受動の話になるんですけど、こう今ここにある自分とそのまあ要は作品みたいなところをなんて言ったらいい、もうちょっと客観視して見ないといけないんじゃないかなっていうのがこの今の時代なんかなっていうのを思ってて、まあだからもっと言うとその要は作られたそのストーリーみたいなのが結局はリアルでも、まあ結局その写真って多分そのストーリーが追加されてまた付加価値になったと思うんですよ、うん、なんかなんて言ったらいいですかね、むずいな、どうしたらいいやろな、その質問まあでも実際それ表してるかどうかって言われたらそうなんかもしれないですっていうぐらいです、難しいな、ちょっと後で飲みで話します難しいな、まあそういう難しい問題を、まあ、どう捉えるかみたいなことを、今回捉え方ですね、難しいよね。だから今アート業界でも AI 使う使わないつもりとして、いわゆる 3D プリンター使いながら、まあ、3D カードで現実のものをシミュレーションして、それを再構築しながらこうやって立体物を作るっていうのは実は結構流行ってきてる、特に若い作家の中で、だから全然違う分野から来てるんだけど、割とこう同じようなところに行き着いてるところが面白いなと思っていて、でもこれまあちょっと僕ばっか喋ってるのもありますけど、あとその気になるのが、これ見てパッと見てこう何の文脈もなく見るとフランク・ステラの作品を思い出すんで、僕はね、この間先月から、はい、でステラは、まあ、そのもともと前平面絵描きさんでずっと絵描いてて、絵描いてたんだけど、描いたやつをそのなんかアルミのこうハニカムの素材にこうペインティングしたやつを組み合わせて、それを立体にしてこんなような感じにしてるんですよ。でも、ステラはそれを絵画だと呼んでるんですよ、はい、彫刻ではなくて。でそれは多分その要するに従来の絵画っていうのは、キャンバスの上に何かを描くことによって一つの、まあ、イリュージョンを生み出す、でイリュージョンを生み出すことによって、何らかの再現性を求めるわけですよ。例えばモナリザがあって、で僕らモナリザ見た時にモナリザの絵が素晴らしいなっていう前に、このモナリザっていう人はどんな人だったんだろうというふうにイメージするのと同じように、でそういう構造を持っているんだけれども、それがそのいわゆる抽象っていう概念にあたってきた時に、対象物を描かない抽象絵画、まあ、ノンオブジェクティブアートって言うんですけど、ノンオブジェクティブになった時に、既定材、既定と描かれるイメージとの関係自体も、
対等になる。で対等になるので、それが立体的になったとしても、それを絵画として成立する、多分そういう考え方だと思います。でその時にこれは、いわゆる、まあオブジェクトっていうことが何回も出てきてますけど、これオブジェクトなのか、要するにノンオブジェクトなのか、つまりオブジェクトっていう概念の中には、要するに何らかのオリジナルっていう概念が、要するにオリジナルに対してのこの作品っていうその二項対立関係とか、ところがそうではなくて、これがノンオブジェクトになった時には、これは何者でもないこれ。になってしまって、まあ、そういう意味では逆転的にこれがそのアウラを所有することになるっていう構造なのか、そこのところが割とちょっと見えにくいっていうか。なるほど。なんて言ったんやろ。いやまあでもそうですね、本当にそうっちゃそうです。なんか。なんかオブジェクト、まあ、物の奥行きは認めてるけど、奥行きの中に対象を多分求めてないって感じですかね。まあそれめっちゃオブジェクト指向存在論の話またなるんですけど、なんかオブジェクトの奥行きみたいなのを認めつつ、多分認めてるから、なんかなんて言ったらいいですか、そこを改ざん無理やりしようとしてないというか、っていうのはまあその作品なんかなっていうのは。どっちにとどまるかによって、多分この作品の意味合いみたいなものが随分変わるのかなっていうふうに、いいとか悪いとか、はい、まあ、ある種その奥行きを認めてないからイルカみたいに 見えるみたいなが、個人的には一番嬉しい感想っていうか、なんか要はその鑑賞者によって見え方が異なるオブジェクトだから、ある意味オリジナルがないじゃあオリジナルがないっていう、だからまあその目の前の経験がオリジナルって言ってるのがそういう感じのことっていう感じですね。はい、そうなんですね。そうなんですね。無駄に自由。まあ確かにオブジェクトかノンオブジェクトかみたいなところが難しい。しかもオブジェクト思考存在論においてもうオブジェクトかノンオブジェクトか以前の話の気も、まあ、どこに振るか問題が全部あってオブジェクト思考存在論なんかオブジェクトって言ってるけど結局人間がそこになんかもう到達できないというかその認識可能じゃないみたいなことを言ってるからそもそもオブジェクトとはっていうところから始まってて、なんかそういうまあバックグラウンドというかそういうのにも影響を受けつつ、まあ、どこに今後落ち着いていくかみたいなところが、結構、まあ、気になる自分個人的には。いや僕の行く末がどう展開こっから僕も気になってしていく。まあ他なんかなければ、そろそろ。そうはね、あ能動的な鑑賞者ってことが、はい、分かるんですはい、あの戦争家さんとの質疑応答で、あなんとなくこういうこと言ってはんのかなと思ったところはちょっと面白いと、能動的な鑑賞者というのは、自らそのオブジェクトですか、その物の価値を作っていけるということが能動的な鑑賞者っていう意味なんですか。そうですね、なんか、いやまあでも本当にそういうことじゃあそういうことです、はい、私はねその能動的な鑑賞者っていう言葉を聞いたときに、あの感動って能動的に得られるものなのかなってはてなだったんですよね。で感動って私言い換えたのは言い換えたとか、それをアウラとか言ってしまったらなんかこうすごく特別なものをお話になってしまうので、大体それを感動って言うんですけど、感動っていうのは能動的に得られるものだと私思わないんです。どう思われますか。ああ、なるほど。はい、まあそれはなんかだからあれですよね。その、まあオリジナルを見た感動っていう話というか、
ちょっと待ってくださいね。なんて言ったらいいの？なんか私、能動でも受動でもないものがあるような気がしてるんですよ。はい、はい、それってなかなか言葉にしづらいもので、なんかね、中道台なんていうこともいなかったらたりもしますけど、ちょっとそこで片付けたくないなとは思いつつ、ちょっと能動的に感動が得られる。思ったものがどうかちょっと確かめたかったです。労働的に感動を得られる、まあ、例えばなんて言ったんですかね、今回のこのテキストとか見て、それそうなんやって終わっちゃうのが正直受動的っていうか、うん、やし、まあ、この街の話で言うと、こうただただこう 見るだけというか、いいものやと思って見に行くだけっていう、まあ、観光とかって正直そんな感じで、なんかみんながいいって評価してるからいいものなんやって思って簡単に片付けてしまうみたいな態度が正直自動的やなっていうのがあって、で改めてそこをちゃんとなんていうんですかね、自分の目で見て確かめてほしいというか、なんか見て確かめてほしい、自分の頭の中で想像してほしいというか、なんて言って、ある種そのなんかちょっと批評性みたいなを、まあ、鑑賞者に求めてるというか、そういった意味での能動的っていう言葉ですかね。わかりますなんか難しいですけど、その質問すごい、はい、そんな感じですとかあります？なければ締めようかな。だいたい時間いましたので、はい、どうもお二人ありがとうございました。ありがとうございます。この後いつもキャッシュオンになりますけど。